スーパーキャビテーションは液体に起きる物理現象であるキャビテーションの利用方法である。いくつかある利用例ではいずれもキャビテーションを意図的に大量に発生させて物体と周囲流体との摩擦を小さくし効力を減らす効果を利用している。キャビテーションによって物体周りの液体は気化するが気体の密度が液体よりもずっと小さいため効力が減少する。 高速で流れる液体中に置かれた物体の後方に生じるキャビテーション液体中で高速運動する物体や高速で流れる液体を遮る物体に生じる気泡つまりキャビテーションで覆われた物体はその表面に働く摩擦効力は著しく削減できるが物体前面には液体が接しているため前後の圧力差から生じる圧力効力は低減できないまた プロペラや火事では摩擦現象の効果は片面でしか得られない。プロペラの場合は、キャビテーションがそもそも高速化を阻害するため、スーパーキャビテーションの利用はそれ自体が高速化の手法である。宿バる魚雷の先端のスーパーキャビテーション発生部、スーパーキャビテーションは、キャビテーション現象をより積極的に利用する。 スーパーキャビテーションを利用するものの多くが、先端部が鋭利で最後端は流線型とは逆の平らに立たれた共通の形状を持つ特徴がある。水中構想体の場合、通常のプロペラ推進は使えないため、推進装置にはロケットエンジン等が必要になる。1940年に、独、ベルリンのヘンシェル社の誘導ミサイル開発部長であったヘルベルト・バグナーが、 HS-293 とより大きな HS-294 という2種の空、対艦誘導ミサイルの開発を始めた。両ミサイルは目標船舶の水線の正面を目指して誘導されるように考えられていた。水中突入時に弾頭が胴体と翼から分離してすでに誘導されなくなった弾頭部分だけが自身の運動エネルギーによって目標艦船に向かって 水中を進むようになっていた。弾頭部は、ャイ部曲線を持つ先端と細身の円錐型になっており、衝突時にはほとんど水平弾道となるように、ャイ部曲線の上側の小さな膨らみによって、水中弾道が少しだけ上にカーブするようになっていた。本体のビブでいく分大きな円錐の角度が働き、 水中でも弾頭部が安定するようにキャビテーションによる泡の中に包まれていた。HS294 の試作機による試験では、弾頭は水中に突入してから60から80メートルほど移動したが、これは水面への突入時の速度がおよそ150、秒速180メートルに達していた計算になる。いずれにしても、その後の戦況と配線によりその開発は途絶えたと言える。 大戦後の20世紀中は、魚雷のソ連のシクバルだけが水中軌動を行える完成された事業例として唯一広く知られるものであった。シクバルは先端のノズルへ導かれたロケット排気と魚雷自体の外部形状とによって作り出される気泡の中を飛行する。シクバル以外の思考例について以下で述べる。20世紀末から21世紀初頭にかけて、 盛んになっている傾向がある。1994年には、米海軍がシーテックディフェンスコーポレーション社公案の機雷総会システムラミックスによって、一発で推進45メートルに、ある機雷を爆破することが可能となったシーテックスーパーペネトレーターによるスーパーキャビテーション効果を 3D コンピュータグラフィックによって示した。1999年には、 スーパーキャビテーション技術は狩猟用弾丸にも採用され、これらのスーパーペネトレーター弾丸は水分に富む個体中での直進安定性に優れた特徴を備えていた。これまでのところスーパーキャビテーション研究の重点は魚雷開発に置かれているようである。なぜならばスーパーキャビテーション魚雷を大量に保有する海軍は圧倒的な優位性を得ることになるからである。 2000年にはメリーランド州アバディーンの試験場でホバリング中のアーマイナス 1JC コブラガンシップから発射されたこれら複数の投射体が射程内で作動状態にあった複数の水中機雷の破壊に成功した。この後ラミックスは艦隊での使用に向けてノースロップグラマン社との契約のもとで詳細設計の段階に入った。ドイツ製のダーツ。 ヘッケラーコッフォ P11 とロシア製の APS 水中アサルトライフルやその他同様の兵器でもスーパーキャビテーションを利用しているものがある。2004年にはドイツの兵器メーカーであるディール BGT ディフェンス社が自社のスーパーキャビテーション利用の魚雷を発表した。バラクーダ報道によればこれは 800km 毎時に達したとされる。2005年には 国防高等研究計画局がスーパーキャビテーションの可能性を確認するよう命じ、研究と実証を行う水中特急計画を発表した。本計画の最終目標は、最高100ノットの速度で海軍兵員や特殊な軍用貨物などの小規模なグループを運搬できる沿岸任務用の新たな兵器クラスとなる水中機動体を生み出すことであった。契約は2006年末に、 ノースロップグラマン社とゼネラルダイナミクスエレクトリック、ボート社に与えられた。イランは2006年4月2日と3日に彼らの最初のスーパーキャビテーション魚雷の実験が成功したと発表した。イランはこの兵器をフートと命名した。いくつかの情報源はシクバルが元になっているのではないかと推測しているが、 ロシアの外務大臣、セルゲイ・ラブロフはイランへの技術提供については、公に否定している。石渡、良造、根本厚生長日本機械学会編、流れの不思議や損でわかる、流体力学の ABC2004 年8月20日、発行 ISBN978 から4から06から257,452から5、池田義保著 図解雑学船の仕組みな詰め者2006年5月10日、初版発行 ISBN48 億1634万904三菱重工技法2013年第50巻、第3号技術論文、スーパーキャビテーションによる、水中高速構想に関する基礎研究ハットディール、BGT ディフェンス、アンターウィザーローフコーパー。ありがとうございます。